はい、どうも、エンタのゲームインザボックス。引き続き、カスタムロボやっていきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。カリンちゃんと、なんか勝負するみたいなとこですね。とりあえず、周りの人の話聞いていきましょう。CS トーナメントなんて小さい小さい。グレートロボカップ。それこそ、全コマンダーの最大にして最終の目標さ。守るはそこで3年連続チャンピオンの座を守り続けているんだぜ。なるほど。そういや、チーストーナメント以来リヒトの姿見てねないな。おお、はいはいはい。リヒト君も武者修行ですか。寺門ジモになる旅。大きな声じゃいないけど、カリンって最近パッとしないよな。エンタや早尾の方がもう実力は上だろ。やっぱり女なんかダメさ。あ、君エンタ？カリンには黙っててね。いやー、カリンちゃん、こっからやで、多分こっから登るやつやで。ここまでのこの心の砕かれようから這い上がるタイプのやつやからな、多分カリンちゃんは。こっからメキメキと上達するよ、多分。負けてから強い人ですよ、多分。カスタムロボの武器で人間を傷つけることができるかどうか知ってる？いいえ。答えはノーさ。まあ軽い衝撃ぐらいは与えられるけどね。カスタムロボの武器からは特殊なエネルギーが発せられていて、そのエネルギーが相手のロボの原動力、動力源を無力化するんだ。この仕組みを利用してロボバトルが行われているんだよ。困っちゃうのは全ての小型ロボがこの動力源を使用してるってこと。警察のポリスロボですらこのカスタムロボで機能停止させることが可能なのさ。だからホロセーム外でのバトルは固く禁止されているんだよ。なるほど。ロボットばかりの街並みになってるから、ロボットのその原動力をこう何すか、弱体化させるっていう、そのロボバトルの力はホロセーブの中だけでやるってこということですね。なるほど、そういう話か。グレートロボカップについて教えてあげようか。はい。一つの地区から選手は2名選抜されるんだ。つまり地区予選の優勝者と準優勝者が本戦に進めるというわけなんだよ。なるほど。お、ホロセームの四角コーナーには要注意だよ。角で両側からポットを流されて、そこへボムでも撃たれたらもう逃げ場がないからね。なるほど。ホロセームについてとっておきの情報を教えてやろうか。はい。空母や飛行艇のホロセームがどっかにあるって話だよ。そんなところでどうやって戦うのか俺もよくわからないけどね。なるほど、そんなんがあんねん。CS トーナメントでのカトレアさんの活躍見てたわ。カリンの他にもあんなに強い女の子がいたのね。嬉しくなっちゃう。闇の組織ドレッドって知ってるかい？知ってるな、もう知ってるわ。こんな組織が存在するなんて怖い話だよね。あ、新一もおるやん。ハイテクロボット工学が用いられているのはもちろんカスタムロボだけじゃないんだよ。あ、これ聞いたな。よし、じゃあ新一に話しかけるか。カリン伸び悩んでるみたいなんだ。エンタ相談に乗ってあげて。その前に新一の方が伸び悩んどるやろ、お前。まあ、伸びてもなかったけど。最低やな。最低の親戚やな、それ。そもそも伸びてすらないけどって。あ、来てくれたね。私さ、柄にもなくちょっと悩んでるんだ。少し前まで同い年くらいの子には負けたことなかったのに、最近じゃ早尾のやつにまで負けて、エキシビジョンマッチとはいえ、マモルさんとの対戦もエンタに先越されちゃうし、私に何が足りないのか知りたいの。エンタ、私に稽古つけて。やだ。そんな、冷たいね、エンタ。嘘ですよ。やりますよ。それじゃあ準備ができたら向かい側に立って。オッケー、やったろ。よし。どうしよっかな。スプラッシュガン。
連続連射性能が非常に高く、幅広く弾が打ち出され相手をつかめることができる。近距離か、なるほどな。捕まったらまずいということだな。弾速が最も速く、うん、はい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 、そうやな。フォーミュラレック、あーはいはい、動き上げてきてんのか。じゃあ俺ちょっとドラゴンガン使ってみようか。オッケー、素早くジャンプ、これ入れとこう。よし、これで練習なしでいったろ、そのままぶっつけ本番で。さあ来い。あ、久しぶりやなこのホルセウム、初回以来やな。そっか、なんだかんだでステーションで戦うの久しぶりや。ほら強いわ。20食らうのやっぱでかいわ。危ない、近距離はやばいよ、近距離はやばい。近距離はやばい、ちょっと距離離してね。はい、オッケーオッケー。ドラゴン強いな、やっぱ圧倒的や、圧倒的勝利。ホーミング性高すぎるわこれ。だって買ってよかったんかなこれ。ウニー分かんないよ、エンタと私どこが違うの。カリン、よかったら僕のアドバイスを受けてみない。ほら僕反射神経ないから動かす方はさっぱりなんだけど、戦略のことはよくわかるつもりなんだ。しんちゃんからのアドバイスを受けるなんて考えたこともなかったよ。いや受けたれよ、かわいそうかわいそうやんか、しんちゃんも。そうだね、しんちゃん、私より学校の成績ずっといいしね。いいわ、教えて。うん、カリンは反射神経が抜群にいいからそれに頼りすぎてんだよ。僕が横について指示するから、それを聞きながら戦ってみてくれる？わかった。エンターもう一戦相手して。はい。やばいな。新一が突き出したら怖いよ。カリンに2戦目。新一つくと怖いな。ほぼ変わりなくか。まあ、ジャンピングポットがついたぐらい。じゃあ。ジャンプ封じられるから、フォーミュラーレックつけようか。スプラッシュが、フォーミュラーいらんかな。まあ、いいわ、これでいこう。フォーミュラーレックに付け替えました。で、ドラゴンガンのままでいきます。中距離に持ち込みたいですね。当たったね、すごいな、ホーミング性能。あー、なんか強い、なんか強い、なんか強いやつ来た。何あのボム。あー、自分のボムだよ。おお、危ない。おお、なんかあのボムすごい。 あのショットか、あれ、あれ強いんだ。近距離に持ち込まれてるからか。
はいはい、ちょっと距離置いてね。はいはいはい、距離置いて。OK。すごいね、ポットがいいわ。スマイ、何やったっけ、何やったっけ、スパイダーポット。あれ、すごいいいわ。これ、負けた方が良かったんかな、この話。負けたけど、この手応え何？すごいよ、しんちゃん。私、こんな感覚初めて。なんだかすごく上手くなった感じ。僕のコーチもなかなかのものでしょ？えへん？しんちゃんありがとう。これで私いけそうな気がする。あれ、天心木村おった？かりんちゃんの中、天心木村？あれ？じゃあ私、先に遊園地の特設会場に行ってるね。また会いましょう。あ、かりん、行っちゃった。あの程度のアドバイスじゃまだ不十分だと思うんだけどな。まあとにかく僕らも特設会場に向かおうか。主役が遅れちゃ大変だってなってんだけども、絶対あのふかし絡んでくるで。絶対あのふかしは絡んでくるで。遊園地の場所分かってます。先に下見しました。言わんでええって。それじゃあ遊園地にレッツゴー。俺やっぱな、ふかしやっぱ絡むねん。絶対絡むねん、こんなんな。エンタよ、お前、これから守とのエキシビションマッチに行くところだな。そうです。ふふふ、このふかし様がお前をすんなり行かせると思ったら、大甘納豆3時のおやつなのだ。大甘って言いたいんだけども、甘納豆っていうのも言いたかったんですよ。だから大甘納豆ってなると3時のおやつになるでしょっていうことですね。ふかしのボケを全部丁寧に説明してやるっていうね、恥ずかしめをしてやってますよ。エンタよ、この俺様と勝負なのだ。そして俺様が勝ったら守への挑戦権はこのふかし様がいただくのだ。いや、その理論がおかしい。その理論おかしい、おかしい、おかしい。だって俺は両サイト優勝しての挑戦権ですよ。ね？それでエンタに勝ったとしての挑戦権はない。ないです。いや、ないです、それ。ないです。その全否定です。それ全部否定してある。ないです、それも。ないです。はい、ないです、はい、全部ないです、はい、全部ありません、全部ないです。またふかしか。ふかしくん、それはあまりにも無茶な話だと思うんだけど。バカもん。久しぶりに言うた、そんなの。お、画面が揺れる。無茶が通れば道理が引っ込むということわざをお前は知らんのか。知らんな。昔の人は良いことを言うのだ。無茶な中にこそ人生の真理ありなのだ。さあエンタ、俺様との勝負なのだ。しゃあないな、こいつ悲観やろな。エンタ本当に戦うの？しょうがないな。お、なになに。ふかし、ようやく見つけた。こないだ貸した10円いつ返してくれ。やっぱちゃんとネタ押し込んでくるな、あのふかしは、ほんま。あー、ちょっと待ちなさいよ。10円なんや。100円で逃げるならわかるけど、10円ですよ、10円。ねえ、すごいわ。ふかしくんすごいわ。じゃあ会場に行こうか、エンタ。そうだな、行こう行こう。会場行こうぜ。いや、ほんまにふかしと戦うもんやと思ってたわ。じゃパーツ実体化だけしとこう。スプラッシュガンね。スプラッシュガンはどんな感じ？あれ結構効いたんだよね、あの。
あのスプラッシュガン。あ、こんな連射できんねや。なるほどな。はいはい、なるほど。相当当てられるなこれ。一発のダメージそんなないけども、これは結構当たれるな。めっちゃうるさいけどな。なるほどな。まあ近距離勝負の時はスプラッシュガンか、フレームガン使うことにしよう、うん、この2つはなかなか強力や。今ちょっとドラゴンガンにしようかな。よし、じゃあ行こう。まあ深志くんのパーツ次第やな。あとは結構セーブするな頻繁に。ほらエンタ、すぐ左に見えるでしょ、あそこが今回の試合場さ。ちなみにその向こうがロボカップの本戦が行われるドームだよ。エンタならあそこにも手が届くかもしれないね。あ、それどころじゃないよ、早く会場に行かなくちゃ。お前チケット持ってる？ここのエキシビジョン会場はチケットいらんシステムか。確認しとけよ。本気で忘れるからなお前は本当に。あ、エンタ君ですね。どうぞステージに上がってください。じゃあエンタ頑張ってね、僕は客席から応援してるよ。あ、その位置ね、前方を取ると。後から来たのに一番前の席を取るっていうねパターンです。早尾君おるで。うん、守りに無様に負ける姿見に来たぜ。お前嫌みやな相変わらず。アキラさんまで来てる。エンタ君今日は期待してるぞ。あ、期待してるぜって言った。キュー、並ぶのが遅くて後ろの席になっちゃったよ。もっと遅かった新一ですら前に行ったのに。何はともあれポップコーンにコーラよね、むしゃむしゃ。またこの食べるタイプのやつか。ところでこれ何のイベント？エキビジョンだからといって、マモル君は絶対に手を抜いたりしないと思うよ。なるほどな。この試合が終わったら、隣の遊園地に遊びに行こうかしら。青空の下でのカスタムロボもいいよね。そうだよね。うおー、どっちも頑張れー。うえー、マモルさんが引退だなんて、あたし死んじゃう。死なないで。この席は絶対に渡さないぞ。3日も前から並んで取ったんだからな。取らんは俺出場者やし、取らんやし、俺取らんやし。癖が強いな本当に。このエキシビジョンマッチもラムダ社主催なんだ。へえ、ラムダ社はあれやな、独占禁止法で訴えられるかもしれんぞ本当に。この地域のこのエキシビジョンマッチも、うん、同じこと言うんや、両サイドで。示し合わせてんのか、お前ら。あ、ゆりえちゃん。ねえ、かりん。今日はちょっと冷えるね。あ、エンタ君、今日は頑張ってね。でも、お兄ちゃんとエンタ君、どっちを応援しようか迷うな。その寒いはなんかフラグじゃないのか、それ。病気が進行するみたいなフラグじゃないか、それ。大丈夫か？面白い試合見せてくれなきゃブーイングしちゃうぞ。あれやな、なんかトリックオアトリートみたいな言い方やな。いたずらしちゃうぞみたいな、なお菓子くれなきゃいたずらしちゃうよみたいなやつやろそれ。エンタの力がどこまで守さんに通じるかワクワクするよ。隣の隣のおじさんずっと騒ぎっぱなし。なジャパネット高田か、高田社長か。この人、マモル君の引退の話を聞いた日なんか、おいおい泣いてたのよ。てやんでー、これから引退まで、マモルの試合は一回たりとも見逃さないぜー。うるさそうやな。君に負けてから、カトレアもいろいろ考え直したようじゃ。
あ、会長か。会長そんなとこでいいんや。こうして外に出てバトルを研究するようになったのじゃからな。フォッフォッフォッ。あ、これカトレアさんね。なんか位置的に分かりづらいわ。で、ね、会長に話したくないって。エンタさん、今日は私をがっかりさせないでくださいね。終わった、頑張るよ。カトレアのためなら頑張れるよ。あ、エンタ君来てくれましたね。どうぞこちらへ。チャレンジャーのエンタ君がただいま到着しました。盛大な拍手をお願いします。あーざすやだっやだやだです。照れすぎやな。皆さんご存知と思いますが、エンタ君は初出場の市民大会での優勝に続き、先日の CS トーナメントでは2部門優勝独占という偉業まで達成しております。マモル君の再来との声まで出ているエンタ君に今の心境を聞いてみたいと思います。まあ私としては普段通りの戦いを大会の中でやってきたわけですけれども、なんだか様子がおかしくて、負けたのに勝つなんてことも夢の中ではあって、不思議な心境でございます。あ、そういうことか、そういうインタビュー形式か。エンタ君、マモル君の再来と呼ばれるのは嬉しいですか。イエスオアノーで言ったらイエスです。あ、そ俺先を呼ぶ力あるかもしれんな。はいです。ズバリ今回マモル君に勝つ自信はありますか。これでも会場の盛り上げ的にははいって言った方がいいな。わあ、あんま盛り上がってねえか。あなたのエンタという名はコマンダーっぽいと思いますか。コマンダーエンタ、いやコマンダーっぽくはないな。なんかやっぱ落語家っぽいわ。うん、落語家っぽい。何々亭エンタみたいな感じですよ。笑われた。笑われよった。話しかかよっつって笑われた。最後にカスタムロボは楽しいですか。楽しいです。そうですか。どうもありがとうございました。それでは、チャンピオン、マモル君に入場してもらいましょう。グレートロボカップ3年連続チャンピオン、グレートコマンダーマモルあ、そこから入場なんや。ステージの裏とかないんかいな。いやー、マモルくんですよ。ついにこの時がやってきましたよ。マモルくん、今日の調子はどうですか。いい感じですよ。今日の対戦相手のエンタ君についてどう思いますか。何度かバトルを見てるんですが、かなりのセンスを持っていると思いますね。それから最近の噂ではマモル君が間もなく引退するという話なんですが。本当です。次のグレートロボカップを最後に引退しようと思ってます。そうですか、実に残念です。どうか最後まで私たちを素晴らしいバトルを見せてください。では始めていただきましょう。チャンピオンマモル VS チャレンジャーエンタ、エキシビジョンマッチのスタートです。エンタ君、よほど実力差のある相手の時は手加減もするけど、今日はその気はないから覚悟してくれよ。君にはそれだけの実力があると思ってんだ。さあ、準備が良ければデッキの前に立ってくれ。よし、まだ準備良くないわ。ここで切ろう、ダオガオ。ということで今回ここまでにします。次回マモル君との対戦どうなるかお楽しみください。エンタのゲームインザボックス、今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。